ここは武道会場。ベジータ、おめえはオラに本気出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくし、あんなことをした。違うか。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことでたったそれだけのことでこんなバカなことだと。この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、マーニー誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパそれほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こりゃ早く終わりそうにねえな。行くぞ。こうしてやる、カカロット。でも死ねぞ。これはサイヤ人の王子ベジータ様だ。とんでもねえ木に変化したわけ。やっぱただもんじゃなかったんだ。魔人の宇宙は知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ベジータ、
い、マジンブー、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。わかった、わかった。なんだおめえ、そんなに強いのに、バビディの言いなりか。うるさい、余計なこと言うんじゃない。マジンブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。とベジータだってそれやっても無駄だったろ。なあ、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみ。まだまだ。トラの本気。さっさとやろうぜ。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。オブはこれからだ。だありゃやらなきゃ誰がやる。やっ、ああ、受けんだ。ブランクスの木が早く動き出した。西の都を離れ始めたな。ごく、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか、うん、わかった。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早くやよかったんよ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。うん、じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。
見つけたぞ。ベジータ。よこせ、早く。ベジータ、やろうぜ。起こせ、早く。よっしゃベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。無駄なんだよ、無駄。やれ。ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。ちくしょう。こんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。もうならまま。ま行け、ゴーストども。よっしゃ、遊びは終わりだ。受けてみな。もうならまま。ま行け、ゴーストども。気配そこか。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。くそ。無様だな。さて、果たしてうまくいくか。